でそのなかなか防護体制が取れないということで感染が広がってしまうかもしれませんけれども、もう命がけで働いているその医療従事者を、どうこうして守っていくのかというのは小池都知事がまさに、今日ですね、言っていますけれども、医療従事者をどう守るかが大きな課題、一刻の猶予